ご町内の皆さん、藤原町の皆さん、こんにちは。お邪魔をいたします。こちらは日本共産党でございます。この場所よりしばらくの間お話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。私ども日本共産党はこの稲目市の皆さんの住んでよかったという町づくり、稲目市づくりのために力いっぱい奮闘いたしております。今日はこの稲目市会議員選挙、日本共産党稲目市議団の活動の姿を紹介いたしております新聞赤旗、日本共産党が発行する新聞赤旗のおすすめにお邪魔をいたしました。しばらくの間この場所よりお訴えを申し上げます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。さて皆さん、先週の日曜日、衆議院選挙が行われました。私ども日本共産党は何よりも命を守る、コロナで尊い命が失われていく時期に、何としても政治の力でこのコロナの災いを克服していく、このことが大切だということで力いっぱい頑張ってまいりました。市民運動の皆さんと野党が力を合わせて政権交代、暮らしを大事にし、命を大事にする日本の政治実現しよう、こういうことで取り組んでまいりました。選挙の結果は皆さんのご期待に沿えない残念な結果ではございましたが、日本共産党は引き続き皆様の命と暮らし守り、平和優先の日本社会を作る、そうした取り組みもこれから続けてまいります。日本共産党は創立して99年、来年には100年に達します。この1世紀という長い間、日本の政治経済はどのように変化してきたでしょうか。そうした中での日本共産党の取り組み、まずご紹介をしたいと思います。皆さん、日本という国は江戸時代といういわゆる封建主義社会を通り越し、明治の維新ということで資本主義社会の新しい時代を過ぎてきました。この中で封建社会というのは身分が市の交渉ということで決められていました。明治になって資本主義社会になって、自由が、誰もが自由になる、このように位置づけられました。ところが皆さん、明治、大正、昭和、平成、令和と迎えているこの時代、自由という問題の中身の問題が大きく問われることになりました。僕は時代から天皇、大正天皇、昭和天皇と天皇の中心に国が行われてきました。その中で日本は軍国主義ということで戦争へ戦争へと駆り出されていきました。この戦争の忌まわしい時代を通り過ぎて、昭和20年8月15日終戦を迎えました。そしてその翌年には新しい憲法、日本国憲法が公布をされました。11月3日のことでございました。ですから今11月3日は文化の日ということでお休みになっております。皆さん、この日本国憲法に定められた本当の意味での国民の自由、人間の豊かな能力を全ての人が開花をさせる、こういう新しい日本を作ろう、
ということで、日本は憲法を中心に今日まで来ています。しかし皆さん、この憲法に疑われている法律文言が文字通り叶えられていない、これも明らかなことでございます。日本共産党はこうした中で、何よりも命と暮らしを守り、人間が生まれた個人の自由を守っていく、そして一人一人の財産を守って、みんなが平等な公平な日本にしよう、こういうことで日本共産党は99年の歴史を数えてまいりました。こうした中で皆さん、これから先のことを考えているようではございませんか。この衆議院選挙で市民連合と野党4党が力を合わせた政策、皆さんの中に届けきれないまま選挙当日を迎えて選挙結果を迎えました。そうした中で自民党、公明党が引き続き圧倒的多数を議席を握り、そしてそれに加えて日本維新の会、ここが席を増やしました。皆様、自民党、公明党、維新の会というのは日本国憲法を変えるということを一番の売りにしているんですね。しかし日本国憲法を変えるということを選挙中にはほとんど喋らなかったではありませんか。1週間経ちました今。もう維新の会は来年の参議院選挙には憲法改悪のための国民投票を行うべきだ、このようにまさに手のひらを返す、そうした言葉で日本国憲法の改悪を進めようとしております。皆さん、この日本国憲法が改悪されたら一体私たちの暮らしはどうなるのか、今このところを考えなくてはなりません。日本共産党は何よりも日本国憲法を、すべての条項を一つ一つ大切にして、私たちすべての国民の幸せと希望のある生活ができるような、この社会実現のために取り組んでいるところでございます。皆さん、どうか選挙中に示されたそれぞれの党の公約、しっかりと見つけていただいて、そして選挙が終わって1週間、それぞれの党や候補者が今どんな取り組みをしようとしているのか、このことをどうか見つけていただきたいと考えます。この秋にはまもなく国会の臨時国会が召集されて、与野党の激烈な議論が尽くされることになると思います。その時にそれぞれの政党、皆さんが選んだ政党や候補者、どんな働きをするのか、どうかお確かめをいただきたいと考えるのでございます。日本共産党はこの日本の国づくりを本当に今世界の中でも武力中心、大国が横暴を重ねようとしている中で、どうしたら世界の平和、日本の平和を築き上げていけるのか、このことをお訴えをしているところでございます。日本共産党が発行する新聞赤旗には、そうした世界の動き、あるいはまた今地球環境そのものが壊されようとしている中での、どうしたら温暖化を阻止していけるのか、そうしたことにも詳しく真実に基づく報道をいたしております。ぜひ新聞赤旗もご一緒するご購読いただきたいと思うところでございます。そしてまた皆さん、このいなべ市では今日から最新選挙が始まりました。
本共産党のいなべ市議団の2人の活動がこの赤旗新聞にも詳しく報道されております。これまでの4年間の実績、そしてまたこれからのいなべ市をどのように建設していくのか、このことを詳しく報道している新聞赤旗をぜひご購読いただきたいと思います。皆さん、私たちのこの国づくりは一部の人だけに任せるものではありません。私たち一人一人の市民、国民が不断の努力で政治に関心を持ち、それぞれの議員が議席で何をしているのか、しっかりと見極めていただきたいと考えます。日本共産党は全国津々浦々、どこの市町でも地方の日本共産党議員、その地域でのお役に立つために全力を挙げると同時に、国の政治、国の税金の使い方を国民本位にしていく、この取り組みをしております。国会議員と県会議員、いなべ市の市会議員、地方と国とが、それぞれが日本共産党の議員さん、しっかりスクラムを組んで勉強をして素晴らしい地域作るために頑張るところでございます。どうぞ日本共産党の新聞赤旗お読みくださいますことを重ね重ねお訴えを申し上げまして、この場所からのお話とさせていただきます。どうも大きな前で失礼をいたしました。ありがとうございました。